コーヒーゼレモニーを執り行う女性、アディスアベバにて、コーヒーゼレモニーとは、エチオピアとエリトリアの伝統的な習慣であり、コーヒーを飲むことを儀式化した作法の一つである。エチオピアでは、カリオモンと言い,い、カリとはコーヒーの木の葉、オモンは、一緒にという意味である。日本の茶道と同様、コーヒーを飲むという行為に、精神的な要素や教養などが含まれる、文化的な習慣であり、 他者に対する感謝ともてなしの精神を表すものである。女性が取り行うものであり、エチオピアでは結婚前の女性が身につけるべき作法の一つとされている。冠婚総祭の際や大切な客を迎える際などに行われる。使われるポットやカップなどの茶器は女性が実母からや突ぎ先で代々受け継がれてきたものであることもある。客の前で コーヒーの生豆をいるところから始め、3杯飲むことが正式であることから、1時間半から2時間以上かかる場合もある。その間は孔を炊き、客はパンやポップコーンなどを食べながら待つ。茶道具一式豆をいる、七輪状のロと鉄鍋、豆を粉にする巣と、絹、ポット、カップ、茶菓子入れ、茶花置き、茶道具台、素焼きコーヒーポットコーヒーカップ、木ス。 棒、豆の冷まし皿、炭火鉢、炭ばさみうちわ、コーヒー入り鉄板、入り棒、コーヒー入り鍋をもに、ティグル民族が使用する、セレモニーマスターの椅子、コ炉、ロ、青草しく物青草や花を床に敷き、カップを置く台を置く。松屋にや乳香、アラビアガムなどで作られた香を炊く。コーヒーの生豆を鉄鍋に入れ水を入れて洗う。鉄鍋おろにかけている。 入り上がった豆を客に出し、香りを嗅がせる。客が焙煎に満足したら、豆を薄と綺ねで潰して、粉状にする。水とコーヒーの粉をポットに入れて、火にかけて沸騰させる。沸騰したら、カップにコーヒーを注ぎ、再びポットに戻す。この動作を繰り返す。一戦目は、アボルといい、少量を大地に注ぐ真似をするか別の器に出した後、カップに注ぎ分け。 主品や年長者から先にコーヒーを勧める。古い作法では塩を入れて飲むが、現在は、砂糖が一般的で、乳やバターを入れる場合もある。二戦目は、トーナという。三戦目は、バラかといい客の求めがあった場合に出すものとされる。客は三戦目は迎えてくれた家族や村の幸せや、無事を祈りながら飲む。ありがとうございます。